皆さん、こんちは。今回は、こちらの、ランダムブースター、ホエールウェーブセレクト、と、ライトニングエルドラゴを、開けていきたいと思うよ。今回のラインナップはこちら。では開封していこう。まずは一箱目。まあ、最初は何が当たっても嬉しいものですよ。この絵で見ると、黒より茶色っぽいね。でも実物は綺麗な黒だったよ。ホエールウェーブさん、とりあえずコンプリート。あとはレアというか、オリジナルカラーがいくつ出てくれるか。出てくれるよね。よしよしよし。早くもラスト一箱だよ。エレベートビット、使うの楽しみだなー。綺麗に分かれていい感じでした。さて、次はエルドラゴさん。タイプ分けをランダムとして発売するなんて、思い切ったなー。ここにどちらのバージョンか書いてあるかと思ったら、違った。どうやら中身を開けないとわからないようです。めちゃくちゃどんくさいので、5倍速です。連打型が出ました。シールは後ほど貼りたいと思います。さてさて、うまくばらけてくれたらいいのだけれど。それでは聞いてください、もたもたタイム。ブレードかと思ったら、ラチェットの袋を開けてるあたりがもうね。さてさて、運命の時。おお、ホケキョ。さてさて、エンディング。なんということでしょう。今回、どちらのランダム商品も、バランスよく出てくれました。ホエールウェーブと、ライトニングエルドラを、どんなベイと戦わせようか、今から楽しみです。それでは、また気が向いたら見てね。